なのかね。スバ祭司。スバ祭司。なんか毒っぽくないよ。有毒ってなんか書いてない。むしろさっきまでがそうだったのかね。いや違くない、だって明らかに入浴剤あったじゃん。あ、そっか。ジャムの原料あったじゃん。え、でもゼンマイってどこあんのじゃん。え、ゼンマイどこあんの。じゃないんじゃない、なんか区画が違かったんじゃない、生き方が。もしかしたら違うゾーンに入ってんのかも。まだロックガーデンにいるのかも。あー、紫式部まだ、またったよ。紫式部小野の小町。小野の小町いいのかね。拳、拳、拳で俺らも抵抗させてもらうで。拳でなんでこの時間騒ぐんじゃねえよ、薬用植物。今日こういうの多いぞ、なんか拳でだって、言えって言われてるのもんじゃん、拳ただ。山吹きしって言ってあった。山吹きしってあった。山桜。これないんだのにすごい自然を感じる。ああ、ずっと空気が綺麗。空気が綺麗じゃない、なんか。異様にスーッと入ってくるんだけど。なんか澄んだ空気が。モミヨキもカブトムシだっけ。あ、確かそう。モミヨキ、なんだっけ、さっきのクヌギ。ああ。あともう一個なんかあったよね。なんだっけ。なんかさ、カブトムシ育てるさ、ゲームやるとさ、必ずあるんだよね。なんだっけ、マジ。なんだっけ、忘れたな。多分結構 言われればわかる、すぐ。ああ。杉じゃなくて、なんかそんな感じある。花粉系じゃないよね、でも。いやね、花粉系じゃない。なんだっけ、クヌギが強すぎてさ。ああ。なんかやべ。やら、俺が出てこいみたいで。ロック号で。ロック号、そういうこと。ああ。すごい、あの、携帯の電波、木で作ってみました。どっから見ても携帯の電波。ああ。どっちから見ても携帯の電波。なんか時間だん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 ってできる。ポポポポドーン。じゃあまず星の観客ね。どこの席座るの。ちょっと星一回貸して。これね、どんぐらいかってね。これ見るとね、こんなん。いや、売れないライブやん、売れないライブ。しかもそのさ、講義のさ、ちょっとやる気あるけど一番前座りたくないなみたいなとこやめろ。続いてのチャレンジャーはよっこいしょー吉田つく。だん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 ファン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 ドーン。恥ずかしいなこれ。ちょっと面白いやってみて。いやー、ずいよ。俺はちょっとまとも系キャラでやってるからさ。うん。で、コウタケもね。え、コウタケもね。うん。じゃあ、続いては、ファジガさんでーす。ぽよん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 。こんなに言うわけで。うわあ。やっぱね、何で戦うかって言われたらね、拳で。以上、魔王になれず、ジャムにされる。やっぱり面白いでした。次だ。はい。一人静かの星野さんでした。はい、なんだこれは。移動視野に入れる。移動やば。何だったんだ今。知らへん。だって俺はあんな続けると思わない。何だったんだ。拳で以上、魔王になれない、なれずにジャムになる。やっぱりカホシャンでした。やったぜ。鶴組すげえね、曲がってね。ああ、すげえ、ね、すげえ、ね、後ろにはまた粘曲がってる、ね。あ、めっちゃ長い。え、あんなんの。めっちゃ粘曲がってんだけど。あの木がさ、邪魔っつって。びっくりした今。これあれだよね、あの人で表すとさ、横光みたいなやつでね。ああ。これでさ、俺がさ、こうやって行ったとしてさ、ねえねえ、よしよし。うわ、死ね。横光み
みたいなやつだからね、あれうぜえ通り越して、 あの辺に出てる、足元あたりにも横道感が出てる。割とさ、枯れ枝の落下もあるわけさ、進む急に難易度が上がってね、難易度が急にマックスじゃね。いや、枯れ枝はいいよ、別に、うん、スズメバチあかんよ。いて、あ、スズメバチなんでかな。やば、ブブブブブブブ、あいや、ヒノキじゃね。あ、ヒノキだ、ヒノキだ、絶対ヒノキだ、これだ、これこれ。そう、あ、クヌギも、あ、この辺カブトムシ、カブトムシいっぱい来そう。蜜塗っとかなきゃ。蜜塗っても入れない、そんな時間で。カブトムシ出てきても入れない。そうでしょ、そう、4時とかだよね、そうそう、確か入れない、入れない。あれ思うけどさ、カブトムシのさ、捕まえるゲームとかってさ、うん、さ、夜のうちに塗っといて、朝4時ぐらいに拾いに行く、捕まえに行くって言ってるけどさ、よく親が許可してるよね、小学生とかに、うん、4時。確かに。すごいな。親同伴じゃねえかんだ。4時って言ったらもう俺らの電話も終わるぐらいの時間だ。ちょうど切る時間帯。そう、俺らの木曜の電話も終わるぐらいの時間なのに。あれは木曜じゃない、金曜。あ、そか、金曜、今日だもんね、あれ。あの電話の大体7時間半後ぐらいにやってるの。くせの日の時間のカブトムシ寄ってくるんじゃない。そうだよ、確かに。こんな感じの木は大体寄ってくる。これこんな感じの木ってさ、難しくね。こんな感じの木。どこまでがこんな感じで、周り見渡してみろよ。どこまでがこんな感じだよ。いや、こんな感じの木は大体寄ってくる。どういうことだよ。これも寄ってきそう、なんか。杉もこんな感じだろ。怒りそうだよ。そのさ、ところどころさ、怒るときに出てくるのやめよう。土地場人参、人参、人参、土地場人参、土地場人参、土地場人参、芋、こなすび、こなすび、こなすび、横着草、横着草、朝鮮レイヨ、ほうのき、ほうのき何ですか、ね、ほうのき、腹痛だ、めっちゃ俺に役立つやつやん。あ、飲みすぎたときとかじゃん、お前。ほうのき、ほうのきなんてもう1週間に1回お世話になってるわ。キハダ、キハダ、キハダマグロみたいなの聞くけどな。それ多分キハダマグロじゃないしな。なんか名前だったら聞くなって。キハダマグロとかじゃない。もうまさに紫鮭じゃん。それ意味わかんない。もう鮭じゃん。途中ん塗るな。木こり、捕まえたの、お前だろ。むしゃむしゃすんな。にちゃにちゃすんな。やべえやつじゃん、やべえやつ。急にカブトムシ食いやつだよ。ジョジョであったな、そういえば。レロ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 。先に化石として発見され絶滅しちゃったねと思われたが、後に生きた木を発見。強くね。あったんかい。あ、でもセコイアって言うもんね、メタセコイア。メタセコイア聞いたことある。うん、セコイア、セコイアチョコレート。セコイアチョコレート。小学校の時に行ったな。小学校の時にさ、セコイア化石の時にさ、シダ植物とかの時にさ、化石の時にさ、セコイアって言われた時に、セコイアチョコレートじゃん。そうそう。逆だわ。セコイアチョコレートの後ろだわ。後だわ。なんでセコイアチョコレートが先だと思ったんだ。ああ。メタセコイアに謝れよ、とりあえず。バカだろ。ああ。バカだろ。バカだろ。クリマ王だ。また魔王出てこないか。魔王じゃない、大王出てこない。大王。魔王と大王、二大巨頭だから。強いからね。ね、工藤さん、生まれそう。工藤さん、生まれそう。顔も出なくなっちゃう、そしたら。顔も出せない。もう、大王。大王やる。技目にしてんじゃねえよ、大王。ジャムにすんぞ。ジャムにすんぞ。なんか一番、もしかしたら最後の大王が一番強いかもしれない。触った瞬間にジャムに刺さられる。違う、自分がジャムになるんだよ。え？あ、ホトトギスだ。
山ほととぎ。山ほととぎですよ。なんか鳥の名前っぽいんだよね。紫式部いるよ。多分さ、あれだよね。昔の人ながらのさ、紫式部みたいに可憐だから紫式部って名付けてみたみたいな。紫式部が可愛いタイトからしたらさ、私は植物じゃねえ。富士にわって名付けたようなもんだもんね。山地に運ぶんですよ。鶴まさき。おい、まさき。鶴？おい、西木。あ、今一人静かやってると思う。どちらかというと映されて俺今一人静かだけどね。なんだよこのポーズ。なんだよそれ。ね、星がやってるから。なんでそのポーズ。白間山菊。なんだこのいい景色みたいな。これもしかしてひょっとしてさ、これさ引いてさ星が立ってたらいい。あ、いい感じでなかなか逆サイド逆サイド。あ、なかなかいい感じでサムネイルに使えるこれ。やったね。やったね。うん。あ、こうだいってことか。そういうことね。あ、いやもうどっちにせよ俺の番だとさ。あ、いいね。絵になるね。なんか月刊誌でありそう、こういう週刊文集。週刊文集こんなんじゃねえよ。なんだろう、週刊文集これだったらなかなか売れるぞ。逆に売れるかもよ、どうした。ああ、いや売れるぞって。なんだろう、あれなんか週刊文集今月号の付録はみたいな。なんだろう、なんか書いてる。 なんだろうね、なんかさ小説のさミニ小説みたいにいっぱい書いてある。あー、あー、分かる分かる、うん、なんとなく分かる。あれじゃね、うん、山うこぎ、ひがな、山帽子、荒野帽子、山帽子、山帽子、山帽子と山帽子、挟まれる、赤松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 。なんで笑ったの。ペチペチするなと思って。マルバヤブーマオ、ちゃんと今言えた。言えたよ。言えたことにしといて。分かった。山椒、オス。急に。山椒、メスじゃった、オスだ。メス、メス。オスじゃん、メス、メス、メス。それこそ言えてねえやつや。いや、オス、あれ、オスだったと思って一瞬 見直して、うん、あ、メス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 ってやつ。うわ、日陰すげえ。日陰すげえの。日陰すげえ。光すげえってさ、光ゴケの進化系みたい。きっかけつけ。きっかけつけ。茶の木。なんか茶の木って、なんか言い方変えた。茶の木。茶の木だ。あ、カツラ。羽子。羽子、カツラいっぱいある。カツラいっぱいある。自然のカツラじゃん。自然カツラ。ひかりばな。ひかりごけみたいに言う。ひかり。山椒。かけつけ。ゴンズイ。お、なんかなって。伸びる。ゴンズイ。伸びる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 。伸びてるね。スイカズラ。スイカズラ。田舎の人が言ってる。スイカズラ。スイカズラ。お父ちゃん、何きょ、何きょってきたの今日は。スイカズラ。スイカズラ。スイカズラじゃけ。梅べよ。カラスのゴマ。カゴマ。ひかげすけ。毒どこ毒。コウモリカズラ。コウモリカズラ。草一で。草。男用染め。青肌。五う十。草一五。5文字だったらいけるみたいな。あ、うりかえで優秀じゃん。超優秀、超優秀。さすがビレジストン。ビレジストン武田。ビレジストン。吉田には
竹を叩くと、いい竹か分かるっていう才能があるんですか。あんま良くない。あ、これいいわ。良くないよ、割れてる音がするじゃないか。あ、これ絶対いいわ。あ、これいい、これこれ。なんで、何見てんだよお前。ん、何見てんだよこっち。いやいやいや、撮んないと。何がしたいの。松ぼっくり。松ぼっくり。絶対ちげえし、そもそもギザ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 、植物香りギザ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 。売りも、あ、販売。単にあれでしょ、植物育ってきたなっていう時に支柱に使うのに分けやすく使ってるでしょ。あれ、なんでギザギザってギザギザじゃないのがあるか分かる。いや、知らねえ。普通はギザギザじゃないのを使うんだよ、あれ、あの植物傷めないように。ギザギザじゃないけど、ツルが絡まらないんだよ。はあ、なるほどね。ツルとかのやつはギザギザした方がいい。そうそう、だから朝顔とかそうじゃなかった、ギザギザしてた。言われてみればそうだね。うん、そういうことなんだよ、あれ。ああ、実は。はい、で戻ってきたのかな。チューリップ。あ、チューリップだ。特に珍しくないけど。うん、一つばだこ。一つばバタコ。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 え、毒どこ、毒どこだったの。毒どこだ。毒言ってないの、まだ毒。あ、かぼちゃじゃん。え、かぼちゃ。日本かぼちゃ。確かさ、薬にも使われてるもんね。うん、美味しいよね、かぼちゃ。美味しいよね。俺天ぷら好きだわ。ああ、天ぷら派か。ああ、俺煮物派だわ。あ、煮物派か。うん、あ、いいよね。煮物美味しいよね。ああ、確かに。かぼちゃ。ギシギシの禁煙酒って書いてよく考えたら。ギシギシまだよ。いや、ギシギシって関係があったのか。ああ、ギシギシしてるからまだよな。だよなれない。意味わかんなかった。だよなれんねん。パン売ってないな、そこで。え、パン覗いてくれてんだよ。腹減ったんだよ。じゃあ持ってるか、持ってないかパン覗いてきな、あるかどうか。